つま弾きですけど、こういう音と、これつま弾きだけど皮についてる音です、ね、これ糸だけの音、これが糸だけ、これは皮についてる音。つま弾きでもちゃんと皮にこうつけてもらいたい。まあ静かにやんなきゃ、ちっちゃくやんなきゃいけない時はこれでもいいんですけど、普段お稽古つま弾きでやる時もこういう風にやる。3はできるんだけど、意外に2がこう、2がこうなっちゃって、これ糸だけですよね。ね、指だから下にこう、最初は指だってこう当たんないですけど、指で下に当たん、皮に当たんないとバチ持って当たんないですよね。一もこう、一もこういう風になるんだ。これ糸だから。ね、こうやった時に、ね、だとするとこれは3の糸しか当たってないってことです。1も2も3も全部当てる。で、当たってんだけどちっちゃい音を出せるように。こういうふうに当たる訓練をしてみてください。